好きな AV 女優さんを3人3人そうっすね好きな人は、えー、と今井佳穂さんギャルの方っすねあと北条真紀さん熟女の方であと風間由美さんっていうこれもまた熟女なんですけど、うん、結構好きっすね結構熟女さんがお好きなんですか熟女好きっすね僕のほんとにプライベートの経験人数の半分以上は34050とかだと思うんで相当好きっすねその 熟女さんと言われる方たちに共通する魅力って何なんですかいやこれもよく聞かれるんですけど絶対に言うのがもうピロートークが人生のフィードバックわ <laughs> <laughs> かるようでごめんなさいわか,か, <laughs> かんなかったですか <laughs> いや面白かったんですけど,どう具体的にどういうことなんですか <laughs> あやっぱりなんか結構熟女の方っていろんな男性見てきてるじゃないですかで僕は20代前半なんで そんな中でなんか見てきた男性と照らし合わせて今の僕のマインドとか行動っていうのはどうですかみたいなそのセックスを通して後に壁打ちをするこの時間がたまらなく愛おしく好きで僕はいつもこういうふうに言ってますねその究極のフィードバック体験なんか深いこと言われたなみたいなの、はい、なんか覚えてたりしますあ,ありますねそれこそ美咲さんっていう方なんですけど40代のバツイチのその方がその 人っていうのは輝くタイミングがあるから、それは何歳かはわからない。みたいな。君の10代の今の君かもしれないし、40代の私かもしれないって言われた時は、エロいなっていう。痺れました。いい話です。あります。ありがとうございます。